はい、皆さんこんばんは。8月の30日水曜日、久しぶりに伏見台の方にやってきましたが、いかがお過ごしになっていますでしょうか。あとね、1日で31日夏休み終わっちゃいますね。全国つつうらららにいらっしゃいますですね、当チャンネルの大不安の小学生中学生の皆さん、安心してください。9月1日だってまだまだ宿題に取り掛かれますよ。あとはですね、2日になればお父さんとお母さんに泣きの一手で、膝に、頭をすりつけてですね、号泣してみてください。わんさか泣いてですね、手伝ってくれとすがりついてですね、お母さんあたりに絵を描いてもらうとですね、きっと佳作あたりに入賞するんではありませんでしょうか。そんな私は記憶がございますが、お父さんに書いてもらったんだっけな。まあいいか。はい、人の様子をですね、ちょっと送ろうと思ったんですけど、ちょっとですね、お寺じゃないか、高校神社か、関係者の人に聞いてみたんですけど、夏休みの最後の方、ちょっと人はこれでも空いてきてるということになっています。あと秋になるとですね、修学旅行で人がどっさり来るんじゃないかと思って、心配していますということでした。そうですね、そういえばですね、中国人の海外旅行が解禁されて、日本へも渡航ができるようになって、そろそろ中国人がインバウンドでドカーンとまでやってくるんじゃないかと思ってね、京都の人はね、戦々恐々としてるんですけどね。というのもですね、あの方たちが来られるとですね、バスに乗ることができなくなっちゃうんですね。それと街中にあるゴミ箱が溢れ返って、見てくれがすごく悪くなるんですね。まあそのあたりちょっと心配しながらということなんですけどもね、ちょっとお天気悪かったですね。今年なんか台風たくさん来てますね。皆さんのところは大丈夫ですか？被害出てませんか？この後も9号、10号、11号、12号でね、立て続けにいっぱい来てますんでね、ちょっと秋口心配なんですけども、この後皆さんで元気出してやっていきますよ。コロナなんか吹き飛ばせ、最近ねちょっとコロナ流行ってますからね、心配ですが、どうぞ皆さんね、体調崩さないで、頑張ってお仕事をしてください。